星のカービィ Wii がデラックスになって任天堂スイッチに登場。ある日ポップスターに宇宙船が不時着。乗っていたマホロアを助けるためカービィたちは冒険に出発。ソードやウィップなどおなじみのコピー能力に加え、新たにアーマーが登場。遠距離のキャノンや近距離のパンチ、他にも強力な技がたくさん。そして最大4人のお裾分けプレイに対応。4人ともカービィを選択してそれぞれ好きなコピー能力で進めることも。さらにサブゲームも盛りだくさん。新作の見つけてマホロア図書館やセツナの見切りなど歴代のタイトルからピックアップして収録。すべて4人プレイで楽しめます。すべてがデラックスになった本作を遊び尽くせ。星のカービィ Wii デラックスは2023年2月24日発売。このダイレクト終了後、任天堂 e ショップで予約受付を開始。